はい、こんにちは。マイチャンネル、マイハルです。今日はこちらですね。うん。トミカシステム、スリーウェイオート山道道路セットです。はい、こちらですね。以前紹介しましたね。トミカシステム、あれは、スリーウェイのジャンプ道路セットだったね。うん。それより後に出たオート山道道路セット。トミカでよく見かけるよね、こういうね。うん、オートでどんどん坂道登っていくやつね。うん。うん、それの、組み立て版、トミカシステムのものが出たので購入しました。結構前に出たね、これね。はい、で前回同様ですね、3タイプ、コースレイアウトが作れるみたいですね。うちではですね、すでに外に出して遊んでますので、それで遊んでいきましょうか。はい、ではですね、こんな感じで組み立てました。これがレイアウト1だね。はい、オーソドックスなレイアウトでございます。ではエジングですね、そのオート道路、オート山道道路、そちらのスイッチをオンにしてみてください。はい、来た。おー、来た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 。おー、意外と静か。そうなんだよね、意外と静かでびっくりしちゃったよ。あのトミカトーマスのさ、山道のやつ、あれは結構うるさかったからね。ビーンって音が、うん、結構速いよね。これ、あの進まない車の前の後ろの車の進まない車、押し上げ車が遅くて、あー、そっかそっか、結構速いよね。あ、結構すごい衝突してね、車同士がね。かなりの事故だけど、これ。あー、今ここ飛んでたよ。結構長い間飛んでたよ。そう、落ちないと確認してる。よし、では次はですね、レイアウト2やってみましょうか。はい、レイアウト2を別のトミカで発射してみよう。はい、はい、それではレイアウト2を組み立ててみました。この辺りはレイアウト1に似てるんだけど、ここ上がったらすぐもうカーブになってジャンプしてこう下に降りていくって感じかな。はい、ではやってみましょうか。今回はじゃあカーズトミカを発射してみようか。マックインとレッド、これでいきましょう。はい、はい、お願いします。お、いくいく、あ、いけるね、いけるね。おしよしよし、マックインいいね。お、いいじゃん、いいじゃん。あ、あ、レッド危なかった。ここいいかな。お、いいじゃん。あ、レッド落ちちゃった。結構スピードが速いってことなんだね、きっとね。ちょっと今の、あー、うわー、あらららららら、あー、僕に引っかかった。そうだね。おー、では次はレイアウト3にしたいと思います。はい、はい、ではレイアウト3作ってみました。レイアウト3はレイアウト2に近いかな。こっからただちょっと違うね。こっからくるっと一回転して、でこの坂道やってっていう感じかな。はい、では発射してみましょうか。あ、トミカトーマス行ってみますか。はい、お、あら、あらららら、あれ、あ、やっぱ無理か。いける、いける、そうなんだ。あ、いけないね。あ、両方とも転倒してる。おー、行った行った行った、ディーゼル店行ったよ。よかった。あー、ダメだ。あー、それはエイシン君がトミカショップで作ったトミカだね。うん、あー、すごい島次郎だ。ここ島次郎もいた。やばいやばいやばい、すごいすごい量になってる、すごい量になってる。すごい量だ。エシ君すごいな。すごいな、すごい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 。うわ、パニック状態、パニック状態。
ここいいな、直線でいいな、ここ。うわひどいことになってた。マクイの方がどう見ても早いね。はい、ということで今回はトミカシステム3ウェイ大戸山道道路セットでした。はい、よいしょ。